前回の授業で微分の話しましたね。ちょっともう一回思い出そうか。もう一回思い出そうか。Y イコール FX 上からのある点 A 点ですね。X 座標が A であるような点から少し離れた点、まあその離れ具合を H だとしておくと、ここの座標はですね。ってことはこの2点間を結ぶ平均変化率は何ですか。それは傾きですから、傾きは何ですか。何 A たす H 引く A 分の F カッコ A たす H、 そうですね、 A たす H の場所の Y 座標は F カッコ A たす H やな。 A のところの Y 座標は FA ですね。だからX の増加量分の Y の増加量やからマイナス FA ですね、はい、っていうのが平均変化率、傾きになるわけやけれども、この H の座標 H を限りなく0に近づけてあげる、限りなく0に近づける、その記号がリミット記号ですね。リミット H を0に近づけた時の A たす H 引く A 分の F カッコ A プラス H マイナス FA としてあげれば、そう、 H が0に近づいていくから、この点は必然的にこっちに寄っていきますね。0に近づくんだから、この点はこっちに頑張って寄っていくことになりますね。どんどん寄っていきますよ。寄っていった結果、最終的に2点間を結ぶ直線の傾きっていうのは、こことここ、こことここと結んでいったら、この直線の傾きは最終的にこの点におけるこの曲線の接線になりますね。寄っていきませんか。こう寄っていきませんか。寄っていきますね。ってことは、こいつが表すものっていうのは接線の傾きでしょ。それが A 点における微分係数と呼ばれるものの正体である。OK、それが正体なの。表記としてこれが面倒なので、こいつの代わりに何て書いたかな。 F ダッシュカッコ A というふうに書いたんですね。 OK ですか。 OK ですか。さあ、じゃあこの定義をきちんと考えて微分を行っていくと、FX が X の2乗の時 F ダッシュ1やら F ダッシュ2やら F ダッシュ3やらっていうのは計算ができるわけです。計算ができるわけです、ちょっと1個だけやってみようか。 F' は定義に当てはめると何て書けばいいの。リミット H を0に近づけた時の H 分の F カッコ1たす H ですね。1から H 離れたところから F1 を引けばいいんですね。ってことはそれは計算ができて、1たす H 入れたら何やんの ?1 たす H の2乗ですね。こっちが。引く、これは1やな。ってことは展開やったら、1たす 2H 引く、たす H の2乗から1引くから、残ってくるのは何が残る、はい。H 分の H2 乗たす 2H が残りますね。ってことで、H で約分をする。頭にキープしてる。大丈夫。キープできてる。約分したら何が残りますか、H たす2が残りますね。なので最終的に H を限りなく0に近づけた時の値っていうのは何なのかというと、それは2になりますねというふうに計算ができた。同じ要領でいけば、この部分を2にやって、この部分を2にやって計算やったらここが出てくる、3にやってやったら出てくるんねんけども、これってちょっと面倒じゃないですか。いちいち何回も定義に従って、微分を行っていくっていうのはすごく面倒くさいですよね。なので最後に喋ったこと何やったかな。はい、そうです。F'X の状態で定義に従ってやっておくと。つまり、リミット H を0に近づけた時の H 分の F カッコ X たす H 引く FX です。という計算を行っておく。こうしておけば、はい、X たす H 代入するから2乗ですね。
から x の2乗を引き算すると何が残る？ h2 乗足す 2xh が残りますね。を h で約分するから何が残りますか？ h 足す 2x が残りますね。さあ0に近づけるとこの正体は 2x になるわな。ってことは、f ダッシュ1っていうのはこの x の中に1代入したら出てくるな。2だったら2代入したら4って出てきますね。3だったら32が6って出てきますよね。絶対これ求めてる方が万能型やからええわな。そう、接線の傾きを一瞬で求めることができるための万能タイプなので、こいつのこと、こいつの名前を何て呼びましたか？はい、導関数って呼んだんです。覚え方は導く関数ですね。何を導く関数、そこまで覚える。何を導く関数、はい、点 A においての何を求めてるんだよ。接線の傾きを導く関数です。これは点 X においての接線の傾きを導いたことになりますね。導いたことになる。1っていう点における接線の傾きは2です。2という接線の2という点における接線の傾きは4ですよ、というふうにパッと求めることができる導く関数、導関数っていうのを定義しました。これによってこの導関数を求める作業のことをfx を微分するというんですね、という作業になります。 OK、 大丈夫。じゃあ導関数を求める練習をしましょう。導関数を求めてみましょう。2項定理で展開をするか、パスカルの三角形で展開をすればすぐにできます。大丈夫。パスカルの三角形はこんなやつね。まあ、これで4乗ですね。まあ、もしくは2項定理なら NC0、NC ちゃうか、4C0 か。4C0、次 4C1、次 4C2、次 4C3、次 4C4。これはここと一緒ですね。ここと一緒ですね。これはケースです。はい、ということで、1331やから X3 乗が引かれたら1を交換 H3 乗プラス 3H 乗 X プラス 3HX の H でやってみようなんだって何に何ちゃったら答え何になりましたか？こうなりましたか？順番は3ですね。順番 6X で正解です。さて、お疲れ様でした。先ほど見せた例でいくと X の2乗は微分すると 2X でしたね。何をしてほしいか、実は先生もそうやし、世の中の人たちは定義に従って微分なんてしてません。これなんか気づきません？なんか気づきません？ X の3乗は微分をするとこうですね。あ、一応まとめとくわ。 X の2乗微分するってこういうマークで書くんよ。微分ダッシュで書くんやが、微分したら結果はどうなるかというと 2X ですね。 X の3乗は微分すると 3X の2乗なんですよ。X の4乗は微分すると 4X の3乗なんですよ。 3X は微分すると3なんです。 3X の2乗は微分すると 6X なんです。これなんか気づきません？
X の N 乗っていうのは N かけて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  はい、何？どうぞ。何乗とかを、じゃあ例えばこういう形やったら、微分やったらどうなんの？だから四角が前に来て三角はどうなの？三角はどうなの？かけるになる。三角かけ四角になって X の皆さん気づいたよね。こんなルールになってない、なってない。微分をすると指数上が前へ飛び出してきて、前と掛け算することになって右上は1減る形になってませんか？全部なってないか？なってるね。2乗の2が前へ出てきて 2-1 で1乗やから省略やな。3乗は3前へ出てきて3が1個減って2やな。 4-1 で3、1乗は0乗になるから0乗って1やな。だから3やな。 X の0乗は1やから、X の2乗は1乗になって6になってますね。ほら、すべてのルールはこのようなルールになってるよねと。法則があるわけです。それは、X の N 乗っていうのは、微分をすると、NX の N-1 乗になるという法則です。これを使ってるから微分が早いわけです。じゃあ先生、もうあの方法二度といらないじゃないですか。まあ今のところいらないですね。今のところいらないけど、形としてはこの形の微分しか今のところルール見つけられてないでしょ。本当にこの N の場所に例えばルート X、 これ X の何乗ですか？2分の1乗ですね。こいつ微分やったらどうなの？2分の 1X マイナス2分の1乗、マイナス2分の1乗って何や？はい、ルート X 分の1ですね。ですよね。本当に微分したらこうなるのかどうかっていうのは、俺らは勘でしかないわ。法則を見つけただけや。だから、きちんと定義に従って調べてみれば、こうなることがわかります。わかります。だけど、じゃあ、なんか、こういう形って微分やったらどうなんだよ。っていう風に、いいですか、はい、いいですか。見つけたのは単体のものであればこうであるというルールを見つけたんだけど、それが複数にわたって同じようにこうなってくれるのか、なってくれるのか、こういったチェックは全て定義に従ってでないとできないわけですね。なのであの方法はあの方法でとても大事なんです。いいですか。そして理系の皆さん、理系の皆さんは、文系の皆さんはこれで終わり。微分する対象は X の4乗までしか微分しません。もうこれ以降出てきません、微分は。出てこないけど、理系の皆さんは微分する対象が、sinx を微分したり、cos を微分したり、x2 乗分の1を微分したり、いろんなものを微分していきます。log x だって微分できます。全部結果は、あんな簡単なルールではありません。どうえらいことになります。どうえらいことになっていきます。それを本当にどうなるのかっていうのは、全部あの微分の定義に従って求めてみないとわからないことなんですね。なのであの定義はとても大事。そういう背景があるから、文系の皆さんもすいませんが、問題としてこんな問題が成立しています。出題されます。どんな問題か。 fx イコール x の3乗を微分の定義に従って求めなさい。微分の定義に従って f'x の同関数を求めなさいっていうような問題が存在します。いい？つまり微分やったら 3x の2乗ってみんな知ってんねんで。知ってんねんけど、問題の趣旨はこうやな。 fx イコール x の3乗を微分の定義に従って同関数を求めなさいっていうふうに言われたってことは、これできるか見たいって言ってるんです、問題出題者は。分かってる？だからこう言われた時は、ああめんどくさいけどやるかってできなあかん。つまりこれ切ってもたらあかん。切ってもってこのショートカットのルールだけ覚えたらアホになりますよ。いいですか。そうならないようにだけはしといておいてください。じゃあ続いてのルールいきます。
数の微分。fx が今定数 c だとしましょう。一定値ですね。横棒や。横棒。こういうの定数関数って言います。一定値だけ取る関数のことを定数関数って言うんだけど、定数関数微分したら何になるでしょうか。 f'x を考えなさい。どうやって考える。勘。どうやって考える。勘ですか。これ結果何になるやろな。1ですか。それとも c ですか。何ですか。0ですか。マイナス1ですか。何なのっていうのを調べたかったら何したらいいの。はい、定義に従って調べればいいよね。一回自分でやってみましょう。定義に従ってやってみて。なんじゃと x っていう地点がどっかにあったとすれば、 x の値は絶対に fx の値は絶対に c やな。そこから h 離れた x たす h という地点の y 座標だって c ですね。だって定数関数ってことはリミット h0 の h 分の c 引く c になりませんか。はい、ってことは c 引く c は0だよね。極限を取る以前の問題で h 分の0ですから、それは0やな。だから0ですね。はい、よってルールです。定数 c は微分すると0になります。これはとても大事なことですね。とても大事なことです。y イコール 5x の2乗 y ダッシュはどうなりますか。 10x になりますね。はい、これのノートでは2を前に出して 2×5 やから 2-1 で1乗だねって書いてんねんけど、その量いらんねん。もういいね。もういいね。小学生用のノートは嫌ないですね。はい、じゃあ次1つ目、次2つ目です。 y イコール x の3乗たす x の2乗は定義に従って微分をしてもらうときちんとこうなってくれます。ってことは君らの思い描いたルール通りになってくれるよってことね。これも大丈夫ですか。いいですか。はい、じゃあ続いて、3つ目、これは発展です。 y イコール 2x プラス 1×3x マイナス1、これ微分すると何になるでしょう。はい、y ダッシュはいくぞ。 2x 微分やったら2、1微分やったら0、 3x 微分やったら3、マイナス1微分やったら0、よって6とはなりません。気をつけてください。とはなりません。気をつけてください。このルールが適用されるのであればこんなことならない。 y イコール x の2乗の微分は x×x の微分やったら x 微分やったら1で x 微分やったら1やから1になる。ならへん。 x の2乗を x×x だと思って微分やったら 1×1 で1になるけど、 x の2乗は微分やったら1ではなくて 2x ですよね。だからこんなルールは適用されない。いいですか。
勝手にルールを作ってはいけません。許されたものしかできない。OK。自分の都合のいいルールを作らない。あれやったら左だけ微分、右だけ微分したいとこやけども、そんなことはできません。だから何をするのかというと、何すんの？はい、展開ですね。展開をすれば、自分たちの知っている形になってくれるはずです。y イコール 6x の2乗。プラス x マイナス1という形に展開できますよね。だから y ダッシュはというふうに微分ができますよということになります。 OK ですか。1個ね、文系の人も知っといたらいいと思うので発展的な内容を少しお伝えしておきます。こういった形の微分っていうのはいわゆる掛け算の形の微分という形なんやけども、それって実は微分にルールがあります。どんな計算をしたらいいかっていうルールがあるんですよ。これ定義に従って確認すればちゃんとわかります。めんどくさいけどやってみるか。こいつ掛け算になってる関数のことを HX やというふうに置き換えますね。今置き換えておりますね。掛け算された形のこの形を HX というふうにまとめて置いちゃいますね。置いちゃいます。その時定義に従うと、あ、こんな H が増えるこの H って分かりづらかったね。KX さんでしょうか。KX さんでしょうか。いやでもこれも似てるな。はい。K カッコ X たす H 引く KX ですよね。定義に従うとこうやな。だから、X たす H 代入しなきゃ。代入したら何が残る？代入したら F カッコ X たす H が残りません？ね。そして、X たす H 代入するから G カッコ X たす H になりません？なりますね。引く FX かけ GX になるな。なんか何なんですか？こっからどないすんの？はい、ここでこういう微分の定義に従ってもどん詰まるわけですが、これは昔の人たちもどうなるのか分からなくて定義に従って計算するときにここでどん詰まってたはずです。その時にある工夫を行ったんですよ。何を行った？難しい、こうかな。引く F カッコかける こいつをつけといたらどうなる？この黄色はつけても式的に意味変わらないですね。プラスとマイナスつけてるだけで変わらない。で、ここで H 分のこのペアとこのペア、これとこれのペアを考えたときに FX でくくるわけです。FX でくくっておくと残りって何が残るかというと、G カッコ X たす H マイナス GX が残ります、ね、FX でくくると残りません。残るしよ。で、プラスいらないものまだ残ってますね。 H 分の F カッコ X たす HG カッコ X たす H、引く FX だから G カッコ X たす H くくとこか、引く FX の G カッコ X たす H っていう形になるの分かるか。今度こっちとこっちでペア GX たす H でくくってあげるとこうなりますね。そろそろ死ぬかもしれませんけど生きてね。はい、神がかったことします。何をするか。ここ、これ見て気づけるやつ気づいてほしいんですよ。 H を限りなく0に近づけたらどうなりますか？ G'X じゃん。だってこれ G'X の定義じゃない。定義でしょ。 X の増加量分の G の X たす H 引く G の X って G の微分じゃない。
ここは G'X なんですよね。一方でこここれなんかプラスマイナス、俺逆転してないかな、逆転してると思ってんねんけど、あ、逆転してない、こここれなんじゃ、はい、これ F'X ですね。したがってこれ H0 に近づけたらどうなんのよ。それは G'X×FX の中には H ないから、このままですね、 FX プラス F'X×GX+H、 H かけなく0に近づけたら何になる、 GX、 はい、実は積の微分っていうルールがあります。積の微分のルールは、片方微分やって片方ほったらかしプラス、片方もう片方ほったらかしてもう片方微分でもって微分ができるというルールがあるんです。それは積の関数を定義に従って微分やって見つけた法則や、定義に従ってやってちゃんと見つけたり、この工夫によってな、このわけわからんプラスとマイナスをなぜかつけるっていう工夫によって、この発想はおそらく経験則で出てきたものだと俺は思いますが、歴史上の人たちはね、そうやって出したんじゃないかと思うんだけど、こんな風にして微分ができるってことなんですね。でこれはね、全員とも知っておいてください。理系のやつらはもう 100% 覚えておいてください。 B 相相 B らしいです、田村が言うと B 相相 B。俺はそんな風に覚えたことない、1回もないけど、微分すればそのまま微分するやって微相相 B の公式だ、だから覚えとけ、微相相 B や微相相 B 言うてないましたが、微相相 B という言葉を覚える方がしんどいわ、思ったから、あの微分やって片方をほったらかしてもう片方を逆にすんねんと思った方が早いかなと俺は思いますが、なんせこれが積の微分だ。ちなみに3つの関数を掛け算やって微分する場合も同じことが言えます。2つのものを KX と置き直してやれば、上の積の微分使えますね、公式はね。そうやってちゃんと証明するとこんなことになります。もう X 書かない、めんどくさいから F'GH+FG'H+FG'H' です。1個ずつ微分やって残り微分しないというふうなルールに従って微分ができます。この積の微分を使うとこれはこう考えられますね。3番別解です。Y' はどうなんの、前微分やって2やな、後ろは微分しないから 3x-1、 そして前は今度微分せずにほったらかして後ろだけ微分やるから3、したがって 6x と 6x で 12x、 そしてマイナス2とプラス3でプラス1で微分終了というふうに微分ができます。あの大した恩恵を感じないですね。それは正関数だから、正関数って展開簡単にできるからです。だから大した恩恵は感じませんが、後々もっと次数が上がったり、あの掛け算の数がいっぱいあった時も展開しますかということなんですね。でこれは積の微分を知ってる方が圧倒的に早くなるので、文系も含めてぜひとも積の微分を押さえてください。片方ずつ微分して足すんやということですね。本上の微分です。さあ計算結果だけであれば君たちは簡単に出せそうですね。ねえかっちゃん、どうやって出すね、計算の結果だけ出したかったら。あれにどう、これに入れる、これに入れる、なるほど賢いな、 2x-1 にしてあれに入れて微分やる、いいですね、それでも出ると思います。やってみるか、かっちゃん方法でやってみるか。 2x-1 の微分やと思ってやってみたら、2個微分やから2ですね。2個ほったらかすけど、ほったらかしたら同じものやから2乗ですね。ですね。そして次真ん中微分やったら、やっぱり2が残って同じものが出てくるから2乗って書き直しますね。この書き方どうしたらいい、2乗って書き方で、最後のやつやから、前2つほったらかして後ろ微分ですね。そうすると全ての結果は、これと一緒じゃない。2括弧 2x-1 の2乗です。ってことで、それが3つあるから、6括弧 2x-1 の2乗っていうふうになるので、計算結果はこうですね。はい、正しいです。これ計算1。その他にも、展開やってももちろん微分できますね。展開をしてみると、微分をすると、24x の2乗マイナス 24x プラスの5です。というふうに微分ができます。これ、展開やったら一緒になると思います。C6-24。4624マイナスプラス6ってね、あったね、ちゃんとできますよね。計算1計算2でもちゃんとできるんだけど、これ計算規則を知っておきましょう。計算規則を知っておきましょう。これは一応数学3です。一応数学3です。F括弧GX ってなってる普通の関数の中に別の関数が入ってる。つまりこれで言うと、これで言うと Y イコール
x の3乗っていう関数の x の中に 2x-1 が入ってるからこんな状態ですね。 f カッコ gx、 fx の x の中に gx が入っちゃってるような形、こんなやつの微分です。こんなやつの微分はどうやって微分するのか、はい、これも先ほど向こうに壮大な、定義に従って微分をやった形がありましたが、昔のやつが考えて工夫を行って、さっきのプラスとマイナスの工夫みたいな、ああいうやつな、ああいう工夫を行うことでこいつの結果を得るに至りました。結果はどうなったのか、結果はこんな感じの結果になります。何をするか、いくで F カッコ GX ってなってるこの FX 自体が微分された形になるんだけども、いやちょっとイメージつきにくいな、まあいいか、微分された形になるんだけども、かける中身の GX 自身の微分もついてくるような形でどうやら微分できるということが分かった、どういうことですか。だから X の3乗の微分はこうしなさいって言ってるわけです。 X の3乗の微分はね、 X の3乗自身をまずは微分しなきゃいけないから 3X の2乗になるんだよって言ってるんです。だけどこの後ろから必ずX 自身の微分がついてくるって言ってるんです。はい、置き換えるで。X の中に 2X-1 が入ってるんですね。ここの中には 2X-1 が入っています。こうやって入ってますね。ってことは、この側の部分、外側だけ微分やったら 3×2X-1 の2乗って形にまずなるんですよ。なるんだけど、中身の微分がついてくる。中身の微分がついてくる。これ微分やったら何個ですか、うん、2ですね。2-0 やな。微分やったら大丈夫、2-0 やな。ってことで結果はこうです。2と3で6括弧 2x-1 の2乗、ほらあっちの理論と同じ答えになりましたね。微分のルール、こういうの合成関数って言うんだけど、合成されてるから関数と関数がくっつけられるから合成関数って言うんだけど、合成関数の微分っていうのは外側の微分をまず行って内側の微分を後からかけなさいっていうような形で微分ができますよっていうことで、文系も含めてぜひとも押さえておきましょう。じゃあちょっと微分をいっぱいやってみる。世の中の人らが微分積分って難しかったよねって絶対言います、絶対言いますが、簡単やから、むっちゃ簡単やから、微分できないです、できませんので習いませんから、積分とか合成関数もうその時点で勝ってるよ。さあ、じゃあ1番やってみんで、 Y' は B 注ぎですね、 B 注ぎ、あとは計算しないと一応いけません。めんどくさいけどね、めんどくさいけど展開を行って計算をしてください。整理をすれば正解になります。このままじゃ微分して答えとはならないので、これは気をつけてください。理想そびやって終わりじゃなくて、展開やって整理やって公平の順に並べて初めて終わりです。 OK? ただこういうのは展開しないですね。これ展開したら含ってる意味なくなりますよね。これ因数分解された形というのは最もスタイリッシュで綺麗な形です。わざわざそれを展開するのはもったいないから展開はしない。でもこれは因数分解できてる？できてないですよ。できてるのように見えるのは前と後ろがなんかこんな形になってるだけで、全体トータルではできてないので綺麗に整理しましょう。いいでしょう。外側の微分を行って内側の微分を掛け算しましょう。これに関してはもう因数分解できてるので、これが最も綺麗な形です。これを展開すると汚くなっていきますね。これ因数分解できてません？めっちゃ綺麗や。よっしゃ、じゃあラスト3番ですね。ラスト3番いくぞ。あ、積の形になってる、積の形になってるから B 注ぎでいこう。 B そうそう B でいこうか。いきますか。じゃあいくぞ。 Y' ははい B やから、これ B したら何なの、聞いてないやん。微分したら何なのこれ。 NO 塊ごとの微分ですね。微分したら何なの。2括弧 4x-3
かける4や。これが初めのこっち側の B ですね。ちゃいます?ちゃいます?上のルールもよう見てや。上のルールは四角の3乗やと思って微分してるんですね。四角の3乗の微分は3四角の2乗にして中身の微分がついてきてるんですね。だよね。だからこれも四角の2乗の微分やと思うと微分したら2四角になるな。かける中身の微分の4がついてきてるだけですね。大丈夫ですか?かけるそのままです。そのままプラス次は鍵カッコの方がそのまま、そして残ったやつが微分ですね。終わり。これは綺麗でないので展開して計算しないといけません。ここに足し算があるよ。これがあるせいで綺麗じゃないです。だから展開やって綺麗にするか 4x-3 でくくるかですね。くくって因数分解の方に向かうか、まあ、どっちかに行ってください。綺麗にしましょうということです。一応今後のために微分した後の計算は方向性持っといたらいいと思うんやけども、後にやることですが、微分やって出てきた y' とか f'x をイコール0っていう形にして方程式を解くシーンがいっぱい出てきます。後々こんなシーンが出てきます。ってことは展開するのと因数分解するのとどっちがイコール0って解きやすいですか？因数分解やる。だから因数分解された形の方が価値が高いです。後のこと考えたね。後にこれイコール0解かなくて、だからこっから展開するんじゃなくて 4x-3 でくくってる方が多分賢くなります。でもどっちも正解、中途半端で終わっていないでください。中途半端で終わるんじゃなくて因数分解やりきるか展開やって整理しきるかのどっちかを必ずするようにしておいてください。じゃあちょっと休憩しましょう。